今日もね、夕涼みに来た、東北芸術工科大学伝統館前からお伝えします。今日はね、とあるツイッターでいただいたお話です。羽生結弦選手の国民栄誉賞受賞の時に履いていた袴が、仙台の高田さんという方の人間国宝の袴だったと。7月に受賞したので、これが夏物の袴だったんですね。はい。7月、8月は基本的にはその着物の業界では夏物着るべしということなので、まあ、おのずと袴も夏物になりますよねということなんですが、さて、この7月、8月に袴を履いて夏のものを履いている人がどれくらいいるかということについてお話ししてみたいと思います。結論から申します。着物を制服として日常的に着ている人たちが袴を履く場合は、夏は夏の袴になると思います。また道のつくもの、茶道、華道、詩吟等々、師範さんとかね、そういう世界の方におかれまして、男性物の袴を履く場合は夏物の袴を着ていると思います。翻って結婚式で7月8月新郎もしくは新郎新婦のお父さんが、着物を着ていた場合、どんな袴を履いているかというと、きっと冬物だと思います。それは自分の衣装じゃなくてレンタルっていう可能性も非常に多いですが、どういうことを言いたいかというと、実はそのツイッターでリプいただいたのが、7月なんですから夏の袴で当たり前ですよね、私の周りはそういう人しかいませんけど、っていうような話だったんです。まあ、無論それを否定もしませんし、そういう場所にいるんだなというふうに思いましたが、まあ一般的に着物を全く知らない人たちで、結婚式で、なんやかんやで着る、もしくは何かの撮影できる、振り袖の前撮りできる、成人式の前撮りできるとなった時に、7月8月に着てる人が夏物着るかって言ったら、それはね、着てないですよね。むろん7月8月に成人式の写真撮りで建物から出ないからという話もあるかもしれません。ただ何を言いたいかというと、7月8月は夏物着るのは当たり前ですよね、ということじゃなくて、基本的に7月8月は夏物ですけど、まあ持ってない人は別にそれに準ずるもの、一番近しいものを着ればいいんじゃないですか、というような時代になってきたなと感じているということです。はい。あれしちゃダメこれしちゃダメというんじゃなくて、一般的にはこうですけど、お客様の TPO、 日常的な価値観、ライフスタイルからすると、まあこれでも丸じゃないですかとか、こうされたらいかがですかというような言い方が普通なのかなという気がしていますね。着物警察とかね、マナー警察なんていう言葉もありますけど、まあ、うちとしては非常に そこはファジーに、お客様に寄り添って、その人のベストウェアを提案するべきだと思っていて、非常に価値観が薄くてですね、着物をレンタルしたいんだけど、貸してくださいという方に、7月8月は夏物じゃないといけないんですよ、みたいなことを言う余地はないということです。お茶の先生が来てね、夏のお茶会やるんで、偉い人来るからきちんと迎えたい、新しいの買いたいんですけど、やっぱ7月8月は 夏物ですかねと言われたら、いや、やっぱ先生ぐらいになると当たり前に夏持ってて普通でしょうということになるんでしょうし、まあ、断定したものの言い方は避けた方がいいという感じかな。今日はしじら織りのパンパンと黄色い T シャツでお伝えしてみました。まあ、何か困ったこと、こういう時どうしたらいいのという質問があればぜひ、投げていただければと思いますが、まあ、いずれにせよ優しいアドバイスができる着物屋でありたいなと思いますので、ぜひですね、何かお感じのことがあればコメント欄の方に書いてください。はい、今日は、Twitter のリプ、夏物の袴から感じたことをお伝えしてみました。